こんばんは。10月16日水曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。中国輸出入商品交易会が開幕し、多くの一帯一路沿線国が出展しました。中国国際ゼネラルアビエーションエキスポが明日から始まります。そしてトップハイライトのコーナーでは、中国の主要メディアで取り上げられたトップ記事をダイジェストでご紹介します。深圳で中国海洋経済博覧会が開幕し、習近平主席が歓迎のメッセージを送りました。国務院は保険・銀行業の外国企業に関する条例の改正案を公布しました。以上が今日の主な内容です。最初は貿易に関するニュースです。広東省広州市で15日、第126回中国輸出入商品交易会が開幕し、多くの一帯一路沿線国が出展しました。今回の交易会には、国内外から2万5000社余りが出展し、展示商品は16万件に上り、そのうち新しい商品が 30% を超えているということです。また前回に続き、面積2万平方メートルの輸入品展示エリアも設けられています。品物の種類により6つのコーナーに分けられ、ブースの数は998箇所に及びます。ここでは38カ国から642社が出展し、トルコやエジプト、インド、パキスタンなど一帯一路沿線国の割合は 60% に達しています。一般航空分野の展覧会、中国国際ゼネラルアビエーションエキスポが明日から4日間にわたって行われます。河北省の省都浙河総市で17日から20日にかけて、2019中国国際ゼネラルアビエーションエキスポが開催され、1000機以上の航空機が登場します。アメリカ、ロシア、スウェーデンなどおよそ30カ国から165の企業がエキスポに参加し、実用、スポーツ、実戦操縦に使用される航空機を含むあらゆる種類の機種が披露されます。明日の開幕式では20のパラシュートチームによるパフォーマンスで開催を迎えるということです。中国初の国産極地観測船雪竜2号が南極に向けて初航行を始めました。国産の極地観測船雪竜2号は15日、深圳から南極に向けて出航しました。今回の航行は南極の気候変動が世界に与える影響を把握し、南極のグローバルガバナンスへの参画、気候変動対応能力の向上を目的としています。海、大気、標本、生物学に関する観察を行うほか、南極で建設する予定の5番目となる科学観測基地の予備工事も実施する予定です。雪竜2号には世界最先端の観測設備が設けられ、極地での海洋調査や研究を進める上で大きな力になると期待されています。続いて中国の主要メディアで取り上げられたトップ記事をダイジェストでご紹介するトップハイライトのコーナーです。広東省深圳で15日、中国海洋経済博覧会が開幕しました。習近平国家主席はメッセージを送り、各国の来賓、各分野の代表に熱烈な歓迎の意を表しました。習主席は、海上の相互連結や各分野の実務協力を進め、海洋生態文明の建設を特に重視し、海洋資源を秩序よく開発利用する必要がある。各国が交流や協力を深めて、すべての国へ海洋経済発展の成果をもたらすよう願うと表明しました。国務院は、中華人民共和国外資保険会社管理条例と中華人民共和国外資銀行管理条例の改正案を公布し、施行を始めました。改正案では、外資系保険会社の設立について、中国での会社設立、海外の金融機関が外資系保険会社の株を所有することを認めています。銀行については、外国銀行が中国で単独で銀行を設立することを認めるほか、中国との合弁銀行と外国銀行支店の同時設立も認めています。国務院が発表した中国食料安全白書は、
中国の食料市場がより開放的になったとしています。外資系企業は中国食料市場への進出で分野が拡大しています。食用植物油、食料加工などの分野でシェアは増え続け、食料仕入れ市場、卸売小売、主食製品の提供などに手を伸ばし、中国の食料産業発展の重要な一部となっています。中米両国による13回目の閣僚級貿易協議について、アメリカは実質的な第一段階の合意に至ったと表明し、また中国は一部の分野で実質的な進展を遂げ、最終合意に向けて努力すると表明しました。これについて外交部は、貿易協定は大変重要であり、両国そして世界にプラス、また貿易や平和にもプラスになると強調しました。以上、今日のニュース、超いい感がお伝えしました。